どうやってって思ったらアメリカ帰りの人だった。本当もアメリカ仕込みの種目ではあるっていう。そういうこと。Hello, hello, hey, what's up? Yeah, go. 石中キルツキン。Yeah, okay. Okay. はい、皆さんこんにちは、中です。はい、ということで本日はですね、ゲストの方に来てもらっています。はい、まずはね、友達を紹介したいと思います。はい、マックスくん。わーい。はい、ということでよろしくお願いします。マックスくんです。お願いします。はい、でマックスとは、ジム筋トレ友達で、よくね一緒にゴートレをしていますね。で本日はマックスに来てもらって何をしていくかというと、マックスは筋トレ歴何年ぐらいですか？まあ大学の時始めたからもう10年ぐらいはやってるんだよね。10年、まあ、酒飲みなんでちょっとムラはありますけど体でかいんですよマックスは。で僕もいろいろ教えてもらったんですけどね、筋トレの種目を。で本日は筋トレ10年間やっているマックスが初心者の方にねおすすめしたいめちゃくちゃ成長した種目3種目。粗品っぽい3種目。はい、ということで、はい、めちゃめちゃ成長した3種目紹介してもらおうと思います。はい、わかりました。この3種目をできるようになったらどうなっちゃう皆さん？いやー、まずやっぱ大学では人気でしょもうモテる。まずモテます。間違いない。ここがあればとりあえずあいいかも、この人かっこいいかもってなる。そうだね。で今日紹介する種目っていうのはどこを鍛える？いや、主に胸をやった時に鍛える。こことかなるほど、三頭筋って言われてるとこだね。そうそう。で最後ちょっと脊柱起立筋のをやっていこうかな。いや、なるほど。脊柱起立筋を鍛えることで男らしくもなると。そうだね、一番大きい筋肉の一つだからやるとちょっとね男らしく見えるかな。オッケー、いいですね。じゃあこれ皆さんやっていただいてモテていただきましょう。お願いします。レッツゴー。よいしょ。まずは何の種目からいきますか？まずはベンチプレス。ベンチプレス。これベンチプレス。ベンチプレス。まずベンチプレスか。ダンベルプレスじゃない。あ、いいっすよ、いいっすよ。さっき一応ね台本確認した時はダンベルプレスだったんだけど、こういう人間です。ダンベルプレスでいこっか。気を取り直してね。はい。はい、じゃあやっていきましょう。種目名と鍛える部位を教えてください。ダンベルプレス。鍛える部位はここ。ダンベルプレスで胸。胸。いいですね。胸でかいもんね。マジで C カップぐらいあるね。おもりはどうしよう。どれぐらいがいい？初心者の人って。初心者の人、最初は多分10キロぐらいから始めたらいいんじゃないかな。10キロぐらい。まずダンベルを持っていただいて、このベンチに寝っ転がる。肘の位置をあまり広げすぎず、ややちょっと閉じ気味で、簡単に言えば上げるということなんですけど、なるほど。この時胸の筋肉が収縮するように意識する。押し上げた時にここでちょっと寄せるイメージ。この可動域が広い方が筋肉をたくさん使ってる、ね、使えば使うほど、大きくなります。でこれを大体、まあ、ゆっくりやってるけど10から15を3セットやるイメージです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあやっていきましょうか。はい、でこれをまずね、これそうで脇を締め、そうでその時まっすぐに上げる。まっすぐ上に上げる。あ、これまっすぐ。あ、これがこうならないようにするか。で、縮めるっていうのが大事だから、少し当たるか当たらないかぐらいまで寄せて、こう縮めるイメージ。こう。なるほど。うわ、よいしょ。最後こう寄せることによって、しっかりと胸に入るということですね。わかりました。ありがとうございます。2種目目はスカルクラッシャー。これは鍛鍛えられる場所がここのこの三頭筋、ちょっとあんまキリがないと思いますよね。三頭っていうのはさ、二頭より大きいから腕が太く見えるんだよね。腕の中で一番大きい筋肉なんで、ここも鍛えるとでかくなれるっていうことなわけだ。そう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 。すげえ。じゃあまずフォームからいこうか。はい、これはイージーバーって言って、これ曲がったバーなんですけど、まっすぐのバーでも大丈夫です。でこれをまずこういう状態で持っていただいて、生え際に落とすイメージ。うんうん、そう、この時に下げてる時に手首を曲げるんです。なるほど。それで上げる、猫の手だ。そうで、下げる時にひっくり返して返してまた落とす。うん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 。こうやってやると3時にめちゃめちゃ入る。猫の手下ろす時は返して。すげえ、初めて見た。めちゃめちゃいいよ。これも12回から15回3セット、こうやってやる人もいるんですけど、これはちょっと部位が少しだけ変わって、大円筋、脇の部分も鍛えられる。ここですね。そう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 。でそうではなく三頭筋をまず、よいしょ。じゃあ中ちゃんもやってみようか。よし、ほい。でグリップを持つ時は、親指は上に、こっち。そう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 。なるほど、うん、よいしょ。これで、そう、こう、そう、返す、猫、そうそう、上げる、返す、これでこう、猫、そうそうそう、上げる、はむずい、猫、いやー、そうそうそう、あー、入る、あー、これすごい、めっちゃ入るでしょ。うん、今まで僕がやってたフォームはこうだったんですよ。ああ、なるほどね。これこうじゃなくて、翔のはおでこ、猫、ここがもうこの状態、本当に効いてる。ちょっともう限界です。これね、今僕がやってたフォームとマックスに教えてもらったフォームあるけど、マックスに教えてもらったおでこのフォームっていうのは本当に3頭だけにピンポイントに入るような種目になってるから、おすすめです。レッツゴー、レッツゴー。はい、じゃあ3種目目、スカルクラッシャーはやったな。あ、間違えた。お前こいつ寝坊してきてるからな。次はグッドモーニング、おはようございますっていうやつを実際筋トレバージョンで。鍛えられる部位は脊柱起立筋。脊柱起立筋、背中ですね。そこが鍛わるとどうなる？ちょっと脱いだとボコーンって出てると背中が綺麗に。よくいるもんね、女性でさ、正直ちょっとエロい話さ、背中が好きみたいな、正直ちょっとエロい話あるじゃん。なんで寄せたいの？得意かなと思って。でも大の得意だけど、そうね、何も出てこない。どうしような。おい。よし、やろう。スクワットとかで使うバーベルを使ってなんですけど、これだけで20キロある。20キロね、結構重いからね。そうで、グッドモーニングって他の種目と合わせてやる、例えばスクワットをやった後にそのままグッドモーニング。おお、次本当にそういう種目なんだ。そう、まずこの双方筋のとこ、ここに乗せてると思うんだけど、これが首にならないようにちゃんと下の方、筋肉の上に乗せる。なるほど。そうで、手の幅は広めの方が安定する。で、広め。そう。足は閉じて、なるべく、まあ、くっつけなくてもいいけど、少し広め。で、膝を曲げる。軽く曲げる。軽く膝を曲げる。その状態から、息を吐きながら。で、この時背中が曲がらない。常に背中はまっすぐ。反るのも良くないぐらい。反らなくても、お腹と背中に力が入る状態。力を入れる状態ね。そうそうそう。で、勢いよくやらないことが大事かな。勢いよくビューンってやるとバランス崩しちゃったりするから、ゆっくり。はい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 。はい、じゃあ今はね40キロでやってますけど、初めての方は本当バーだけで無理せずに、本当バーだけで、なんだったらダンベルからスタートしてもいいし、ここに乗せてその状態からもしやるならこういうことね。あ、なるほどね。これやりやすいね。うん、これだったらね。え、じゃあさ、もうそれダンベルなしでもいいんじゃない？ダンベルなしで。ちょっとやってみて。おはようございます。それはもう死え。それはもう死え。それはもう死えや。はい、じゃあ中ちゃんのターンです。これ本当に初めてやります。ちょっと重すぎるかな、大丈夫かな。頑張りますね。うんで、こうして膝軽く曲げて、膝軽く曲げる。そうで総合金2枚乗せる、うん、でこうか、そう、怖い怖い怖い、うん、もう一回、そう、膝がまっすぐなってるよ。あ、そうか、こうか、そうちょっとプリケツなのか、そう、ちょっとプリケツ。スクワットするときみたいな背中の、これできてますか？うん、うん、いい感じ。そう、息吐いてる。で、今すごい後ろ重心になっちゃってるから、うん、多分重たくてね、うん、そう、もうちょい前か、そう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 、いい感じ、いい感じ。 OK、 はい、はい、ちょっと一回下ろします。はい、どうすればいいんだ、一回助けたらはい、今これ初めてグッドモーニングやってみたんですけど、ちょっとね重かったっす。僕脊柱起立筋結構弱いんですよ。だから結構重くて、多分やっぱねバーだけとか5キロ5キロとかで最初はやった方がいいと思います。筋トレの多分全てに使うところなんで、僕もこれ重さ軽めでね強化していきたいなと思った種目ですね。ナイスバルク。はい、ということで今日はねマックスに3種目教えてもらいました、まとめますと1種目目はダンベルプレス、2種目目はスカルクラッシャー、3種目目グッドモーニング、これで胸と三頭と背中、これをね上半身しっかり鍛えることによって、皆さんねモテてしまおうよということですよね。そういうことだね。ね、せっかくのね大学ライフをね満喫してほしいし、なんでずっとさ相手大学生だろ、そう俺が始めた時が大学生だったから、そういうことか、そう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 、大学生を相手にしちゃってるけど、全然誰でもいい、誰でもこの種目から入ってもらって、しかもこれ結構メジャーな種目でもないというか、意外とこう知らなかったって人多分いると思うんで、ぜひ皆さんに試してみてほしいです、うん、はい、ということでね今日来てくれたマックスくんはね、一番インスタグラムが頻繁に、うん、そうね、じゃあ、インスタグラムの方をねフォローしてください。マックスくんはね英語がめちゃくちゃペラペラなんで、これからもしかしたらねマックスくんと一緒に筋トレと英語とかね使った企画やっていくかもしれないので、皆さんこのチャンネルにもね注目しててください。よっしゃ、頑張っていこう、うん、じゃあみんなで筋トレライフ楽しんでいこう。お、んじゃね。